東道高次、東道高次、ぐ7月27日、昭和18年1月12日は、伊勢国津藩の最後の藩主東道高潔の長男で、東道家、宗家13代当主、ジュニ伯白母は、八塚成なの幼女、両子、子に、東道皇帝、東道高弘、良子、元子、国子、近子。明治23年1月、5歳の時、 家督を相続し、伯爵となる。明治25年10月、区内大臣に対し、公爵になることを願う。明治27年1月、勝改修を通じ、政府に対して公爵になることを働きかける。いずれも失敗に終わる。明治29年7月、学習院初等学科を卒業。12歳で、英国のケンブリッジ大学に3年間留学する。 明治40年9月、13歳の時、密かに、イギリスの実業家の未亡人エレナと結婚する。同年末に帰国し、宮中の式武官となる。明治41年12月、北白川宮義久新王の第三王女、武子女王との婚礼を遂げようと準備している時、その事実が発覚し、婚約直所を返上した。同年12月下旬。 家族懲戒委員会が開かれ、東道家の家族礼遇停止を決定する。すべての資格と職位を失い、在案に放逐された。これまで、婚儀の格索に携わった高官も解任になる。明治42年6月下旬、24歳の時、礼遇停止が解除される。その後、真田美幸民の娘の部子と結婚をし、娘は浅香宮家や岩倉家に嫁いでいる。 浅香宮家に嫁いだ千佳子は昭和25年29歳の時に結核の改良を願ってカルメル会に入りカトリック信者となり浅香宮家の家族全員も千佳子の病気代ら寮を願ってクリスチャンになる昭和27年31歳で結核で亡くなる昭和13年54歳の時吉田渡国と共に返帳した意味辞典が出版される 昭和18年1月12日死去。墓所は東京都豊島区ソメイ墓地。ありがとうございます。